It's time! Yo, yo, yo! ゴールデン、ベンツ、中古のベンツ、I love Chris French! 片押し用のベンツ、今日もこのガス、中古のベンツ。はい、皆様始まりました。2022年、はい、皆様のね、リクエストに応えまして、はい、今日は歩きスマホ撲滅運動、どうも拍手が小さい、歩きスマホ撲滅運動すごいね。まさかね、この我々のね、この歩きスマホ撲滅運動にこんな歓声がね、出る日が来るとは想像もつきませんでしたけど、まあこのショーの YouTube ね、見てる皆様あっての YouTube なので、もう皆様が求めるならやりますよ、歩きスマホ撲滅運動。はい、ということで早速ね、始めたいと思います。 We are S time!続けたミキサーこの言い方シャイが正真正銘のヒップホップ路上でハスリン進化ネットハスリン TikTok 見るのやめましたね。こうなってたから完全にもうこう、はい、これが歩きスマホ爆発運動。これでまずね、今日一人の命を救いました。やっぱ危ないんでね、もう見てたら、ね、上がった瞬間にも遅い。ほら、多分これも歩きスマホ撲滅運動の犠牲者ですから、気をつけたらいいよ。世界規模なこの野郎、ポップショップワールドワン見とけこの野郎、人生一度きり広げる俺の道、ギリギリ攻めてあんたの位置、あるさ上にもイージー、まあまあ見とけをバカにするバカ、今年もおしゃれなヘッスタイム。やめました。あの完全にこう2人で今見てたんですよ、携帯をこうやって2人でなんですけど、気配を感じて、はい、これが歩きスマホ撲滅運動。はい、これで今日ね3組ですね、3人の、まあ最初1人、今2組、合計3人の命をね救いました。はい、積み上げる人生、やるべき使命の時間を捧げよう、 Real Rapper みんなに勇気と希望を与えよう、ワンソン、ワンビデオ、狙い定めよ、気持ちが強い奴が最後叶えよ、この野郎、この野郎、俺が将来この野郎、生み出すビッグウェイラッパーだ。まあまあ、救えない命もあります。この野郎、この野郎、この野郎、俺が将来この野郎、生み出すビッグウェイラッパーだぜ、この野郎、止まらずメイクサウン、世界規模なこの野郎、ポップショップワールドワン見とけこの野郎、この野郎、この野郎。はい、歩きスマホやめるつもりはないみたいですね。はい、あのどんだけ危機感が周りにあっても、俺はこの歩きスマホはやめないと、まあ、そういう方もいます。はい、でももし、ね、危険者だったら完全に今のは危険です。はい、やっぱ危機感がない人が多い。あ、俺のこと TikTok で人気沸騰中って、世界規模なこの野郎、ポップショップワールドワン見とけ。今のはもう俺が歩きスマホ撲滅運動始める前からもうなんかすごかったです。今の人はもうやっぱ危機察知能力が高すぎましたね。これが歩きスマホ撲滅運動。Mr. Gold Present! My Gold Present! Yeah. Right? Yeah, Gold Life is best! We are Gold Life!
けて認められて結局視界に合格遊んでるように見えてずっと仕事してるのくれる。綺麗にやめましたね今。しかも今の下向いてるから全然俺真横歩いてんのに、真横でちょっと前歩いてんのにわざわざこっち通る必要ないのに焦ってこうこんな風になってる。だから危ないんですよ。やっぱ視界が下になっちゃうと本当にこうこの辺の視界まで見えなくなっちゃうから、だからそれでも今の場合でもつまずいて骨折ったりとかそういうねあの危険性もありますんで本当に危ないです。この野郎この野郎俺が勝だ。この野郎海ですビッグウェイラッパー出せ。この野郎完全に今はこう見てたんですけど、今まで一番新しいタイプ携帯をこう出す、こうやってここ画面ね、ここのごくごく飲めるこの毎日一杯の青汁、ここは画面ねこうやって見てんじゃん。で俺が横に来て気配を感じた瞬間携帯を見てませんよみたいな、画面をこっちにしてるみたいな携帯を見てませんよ。でも多分気配がなかった瞬間またこうだ、はい、ってことで今日はねあのすごい高度なテクニックを使う人がねいましたね。前で笑っとけ、はいはいそこどけ、嫌いなら分かっとけ、もしくはヘイトも OK。 ストレッチストレッチじゃないですよね。いやだからストレッチです何言ってんの。いやちょっとあのとりあえずこれはい歩きスマホ撲滅運動やってきましたけど今まで長い間、今日をもちて終了したいと思います。皆様本当に長い間ありがとうございました。まさかこんな悲しい終わり方になると思ってもなかったです。こんなに結末になると思ってもなかったです。今よりもさらに高くこの悔しさ明日に生かす捨ててから俺はみ出す今に見とけさらに光る俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せてこんな姿誰もわからない分からなくても構わない自分の心に刻まれてるから